Q30 は日産自動車の高級車部門であるインフィニティによって製造・販売されていた乗用車である。Q30 コンセプト2013年のフランクフルトモーターショーにおいてワールドプレミアとなった Q30 コンセプトをルーツとし、その後2015年の同章にて市販型に修正したものが発表された。2015年末より生産を開始し、2016年1月より 欧州圏を皮切りに順次販売をした後、オセアニア、中国や韓国、台湾でも販売された。生産は全量、英国日産自動車製造サンダーランド工場。メカニズムの大半は日産と技術提携しているメルセデスベンツのコンパクトハッチバック A クラスをベースとし、開発、内外装のデザインもそれを核に行われた。ルノー、 日産アライアンスとダイムラーとのアライアンスの成果で出たモデルとしてはメルセデスベンツシタン、ルノートゥインゴ、スマートフォー2及び方法に次いで3例目となる。パワーユニットは A クラスで採用する1.6リットルと2.0リットルの2種の M270、1.5リットル、次期4ディーゼルの OM607、2.2リットル、次期4ディーゼルの OM651 を 各市場に応じて用意し、上位グレードにはオードも設定された。メルセデスベンツのメカニズムをベースとする関係上、ホイールハブは日産系の乗用車では、初となる PCD1125 ケを採用する。2019年、日産は2020年代前半に、サンダーランド工場におけるインフィニティブランド車の生産を中止し、同ブランドを 欧州市場から撤退させることを発表。次期モデル及び生産工場はない。ありがとうございます。